紹介したいと思います。ピアノは
がね、京都の、あの端っこの方で、堤防のそばで、今日ね、ちょっと来にくい場所なんで、堤防は関係ないですか、いつも遠慮するんですけど、斉藤良平がドラムです。こうやってカフェアローでお送りしております。ラバーという、昔あの、ジョージ川口とビッグフォーっていうやつがあったんです。ご存知の方は多いね。僕はちびの頃よく見てたんですけど、ラバーのテーマソングなんですよ。なんかね、もう誰も知らない。ちょっと寂しいですけども、本が知っててもうんって言えないなと思いますけども、ラバーから始まりました。今日はスタンダードジャズ、そして、今日はミュージシャンの僕らの仲間も来てますので、飛び入りも、聞けるという、今日本当に実はすごいレアな。今月はあのジャック・ルシュアさんというロサンゼルスのギタリストの方とかですね、いろいろゲストも、呼んでるんですけども、本当にこの店どうなりますかね。来月もニューヨークからのゲスト2人ぐらいいますし、今日もその、今日は一応この、ね、レギュラーメンバーだけのはずだったんですけど、スペシャルゲストも、後で入ってもらいますので、楽しみに、リラックスして、聴いていただければと思います。次の曲は、はい、キーを一緒に弾いてもらう、僕の、最近好きでよくやっているスタンダードをやりたいと思います。 The more I see you。
Thank you.
ございます。ダーンカットドリンク、ホルムジャズスタンダードをお聴きいただきました。では今日、さっきも言ったように、実はこの僕もね、昔、大昔なんですけど、ニューヨークに住んでたことがありまして、ハッピアの加納君もつい最近までニューヨークに、住んで、その時からの、長年の、よしみといいますか、今ね、ニューヨークから、ニューヨークから、ね、ニューヨークから、ニューヨークやな、ニューヨークからたまに間違うんで、ニューヨークから、来られてる素晴らしい、本当に、世界的なプレイヤーが、なんとこの、サブに、実はお昼一緒に演奏してたんでね、演奏して、そのお昼のライブ終わってそのまま、遊びに来てくれました。僕も 初対面で、もう本当思った通りの素晴らしい、人間ですよね、そして、僕もちょっとワクワクしてるんですが、素晴らしいテナーサックス、ダリル・ヨークリー、ヨークリ
Thank you.
Thank you.
今日は、土曜日ですね、2回目のセットでございます。レッツクールワン、セロニアスモーク、聞きいただきました。メンバーを紹介していきたいと思います。素晴らしいピアニストであり、彼自身も、自分のユニットでライブしたりですね、あと大阪芸大で、ね、若い生徒さんたちに教える立場でもありですね、もう関西離れて東京とか、ね、九州も行ったり、あ、北海道も行ったり、いろんなところで、中本真理さんとかね、マルタさんとか、さまざまなバンドで活躍しております。素晴らしい加納慎吾です。加納慎吾、ベースはこのね、3人とあとドラムの中村雄二郎君っていう4人で、なんかこう一応ね、去年、一昨年、去年から、去年の秋から、バンドみたいにしてやって、ベースの大塚さんも曲をね、たくさん書くんで、そういうオリジナルの、今日はね、スタンダードがほとんどですけども、そういうオリジナルをやるバンドっていうのをやってます。サブでも来月かな、来月はやる予定やし、このジャズカラバシっていうこのイベントは、貼ってポスターがね、カラバシで、今年も11月の23日、何でしたっけ、勤労感謝、11月の23日の梅田の一帯、なんかお店がいっぱいあるんですよ、ジャズね、ロイヤルボスっていうところとか、いろいろあるんです。9カ所かな、9カ所で同時開催されるジャズフェスティバルみたいなのがありまして、それに、まあ、僕らも、出場というか出演させてもらうことになってるんですが、でなんかね、録音、そういうレコーディングもしたりとか、いろいろ、まあ、彼女が中心になって、やってくれております。本当にね、そういう固定ユニットとかも、たくさん、持ってらっしゃって、いろんな大塚めぐみで検索してもらったら、いろんな本当に活発に活動されております。素晴らしいベーシストで、作曲もされます大塚めぐみ。そしてドラムスは、さっきもね言いましたけど、ちょっと家がね、実は僕 の、 生まれ育った町なんです、京都ね、でもうそのとにかく不便なんですよ、もう市バス乗らなあかんし、市バスもすぐ終わるし、京都なんですけどね、かといってそういう風情のある町でもないし、そこにね、もう20年ぐらい、僕はもう、まあ、僕も二十何年かいたんで、まあ、僕ぐらいはもういてる、そういうことで。ほんで、もうほんまに僕の生まれ育ったとこの、もうちょっと裏ちょろなんですよね。もう土手はもう危ないから行くなって言われて、事故がね、行ったんですけども、島根出身。そうです。島根出身。島根って聞いたことあります？でもね、かつてはね、あの辺で栄えたんですよね、日本は。どれぐらい前の話なんですか？明治維新とかね。その辺で関係ないか、やばい、いいです、まあ、彼もだから20年、京都に来て、ね、大変だと思います、ビザとか大変だと思うんですけど、本当に今、ビッグバンド、横尾君のビッグバンドとかね、もうあと京都なんで、本当に京都のミュージシャンは多分多いかと思うんですが、もうね、何だっけ、西村ゆかりさんもやってるし、このメンバー共通で西村さんってやってるってことですか？まあ、名前出す必要ない、素晴らしいドラマでございます。斉藤陽平、斉藤陽平本当に彼も忙しいドラマでございます。私は、サードが、さっきも言いましたけど53年なんですけども、僕が引き継いで十何年目でございます。今日はね、行ってないんですけど、アルトサックスの沢島さんと、一緒にやっておりまして、お菓子もね、手作りで焼いてます。お土産も、お土産用に割引価格のマフィンもありますし、ぜひ、なるだけね、こう、食べ物とかも、手作りとか、そういう風にやって、サンドイッチとかね、やってますので、ぜひ、今日は、いつもね、アルバイトいないんです。この状態で僕が一人で、今月からそうしてるんですけど、今日はたまたまもうヘルプで、本当にもう長年助けてくれてる清水さんが、来てくれて。
としてもらうもんですけど、長谷川朗でございます。今年はね、あの8月に、またね、あの大阪の人みんな少ないですかね、大阪の法善寺ジャズストリートってやつがまたあります。法善寺横丁のね、広場であるんで、そこでジャズフェスティバル、10日11日かな、木金ってやって、僕は木曜の方にちょっと出させてもらいますので、またそういうイベントも帰ってきたということで、嬉しく思いますので、ぜひお越しください。では、よくやらもう言うかな、食べてあるか。こんな感じで、やっていきたいと思います。キッカーと言いました。ジョー・ヘンダーソンのキッカーという曲を聴いてください。
あ、なんでもいい、やっちゃうから大丈夫。Thank you.
そうもうですよね。そうそうそう、だから忙しいね。で、サブにもレギュラーで、毎月出演してもらっております素晴らしいベースプレイヤーの宗武正弘さんに、ここからは、と思います。宗武正弘さん、久しぶり久しぶり久しぶりついね、先週も演奏したんで、あの タオル忘れてましたよね。あ、そうやタオルね、忘れてましたね。3番スローラブ、バリンソー、thank you.
Okay.
Thank you.